はい、こんにちは。福本自動車です。ちょっとエンジンの調子が悪いんで点検中です。車種は明かせませんよね。車種は明かせません。あらかじめ言うとくわね。なんで書くね。あ、それ車種明かせやんって言うてるやろ。なんでそれ書くかなというコメントをあらかじめ言うときます。それではスタート。ちょっとこれボコボコ言うてるんですけども、正味の話ね、ダイレクトイグニッションコイルが怪しいです。これをね、バランステストって言うてね、3番ちょっとね、こう浮かすか、あ、これ抜くかね。これ音変わんないでしょ、抜いても。ところがね、2番を抜くと、あ、音が変わった。あ、止まっちゃった。というのは、2番正常だから火花が飛んでるから、2番を抜いちゃうと音が変わったんですよ。3番火花が飛んでないもんだから、抜いても音が変わらなかったという、こういうことですわ。ちょっと2番と3番入れ替えてみます。はい、2番と3番分かりやすいようにちょっとだけ印をつけておきました。はい、じゃあ今度3番、先ほどの2番をね、抜いてみましょう。あれ、音が変わんないね。じゃあ先ほどの3番、あ、変わりましたね。ということは3番を2番にちゃうわ。あ、そうやね、2番を3番入れ替えたんで、悪い症状が移動するかと思いきや、悪い症状移動しませんでしたんで、どうやらダイレクトイグニッションコイルは悪くないんじゃないかと。ということは今度点火プラグを入れ替えるんですよ。ちょっとやってみますね。はい、2番と3番のプラグを入れ替えます。はい、これで、3番から2番に症状が移動すれば点火プラグが悪いであろうと、こういうことが分かります。それではやってみましょう。はい、3番、あ、音が変わりました。次2番、あ、音が変わらない。ということは今3番から2番に移動した点火プラグが、不良であろうということで、点火プラグを変えれば終了ですけども、じゃじゃーん、こんな工具持ってますんで、これね、火花が目で見えるというね、ちょっと便利な工具やってみましょう。こうやって、で、これをこうだね。うまくいくかね。こうやってこれがアース。よし、
それではセルモーターを回してみます。見えた？火花飛んだ？いや、僕セルモーター回してたんで見てない。それでは次に点火プラグを見たいんですけども、目で見てもよくわかんない。そんな時にこの工具。埃のかぶった今は使われてないこの工具、これを使ってみましょう。ああ取れた。これもうボロボロや。もうよし使うぞ。これちょっとねメーターが見抜くんでね。はい、使い方は簡単。これが電源なんだけども、これをバッテリーにつなぐのね。そしてこのコードをこうやってここに挟む。そしてボタンを押す。おお、あ、火花が飛ばない。ほんで同時にこのキャップって書いてあるわね。これがなんか緑のところで火が飛べば正常ということですね。あ、これダメだ。これね2番なんやけどね。2番ダメ。ああ取れちゃった。それでは次3番。3番、はい、せーの。あ、全然火が飛ばない。これ2番もね火が飛ばなくなっちゃったんで、ちょっと1番外してくるわ。はい、1番外した。それでは1番を点検していきましょう。スイッチオン。あ、ダメだ、火が飛ばない。なんじゃこりゃ。ちょっとだけ2番がちょっとだけ引いとんだけどね。電力が足りない。というわけでプラグを3本交換します。はい、この工具実はスパーククラグクイックテスターって書いてあります。どこのメーカーな。あー、わかんねえなー、読めないなー。有限会社。あー、読めない。あ、でもバンザイって書いてあるわ。プラグに簡易的に、電圧をかけてプラグの火花ね、そしてプラグの要求電圧を簡易的に調べられると。これねメモリついてるけども、赤黄色緑って分かれてるんで、とても使いやすいですね。分かりやすい。はい、新しいプラグ。よし、これをつけていきますよ。
はい、それではエンジンをかけます。オッケー。はい、皆さん、本日の動画はいかがだったでしょうか。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。オッケー、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 オッケー。